東ズマ・子12月11日から1999年12月25日は日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、プリマドンナとして世界の一流の歌劇場で活躍した。本名は、二田原敦子。大阪府水田市出身。1959年東京芸術大学卒業。1961年度大学専攻科修了。 四谷文子に指示。1961年イタリアに留学して、レッドレ・カンポ・ガリアーニに指示。1964年パルマ音楽院を主席で卒業。1963年レッジオ・エメリア私立歌劇場で、マスカーに友人、フリッツでデビュー。ミラノに今日構え、1967年ベルリンドイツオペラに、プッチーに蝶々夫人でデビュー。 1971年ウィーン国立歌劇場に蝶々夫人で出演。その成功により、翌1972年ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にデビューし、世界の日の木舞台でプリマドンナとして格好たる地位を築いた。1978年にはボリショイ劇場でプッチーに蝶々夫人のタイトルロール。他にもバイエルン国立歌劇場。 ハンブルク国立歌劇場、プラハ国立歌劇場、モンテカルロ王立歌劇場、ブエノスアイレスのテアトロコロン、ベルリン国立歌劇場、ドレスデン国立歌劇場など24国、90の歌劇場でプリマドンナとして活躍。蝶々さんは世界一と言われ、二十数カ国で約500回主演し、バタフライアズマとも呼ばれたという。この間、日本にたびたび一時帰国し、 1968年に、藤原歌劇団で、ベルディ、椿姫ビオレッタ。1973年に、佐々木忠二の将兵、制作により、蝶々夫人。1977年に再び、藤原歌劇団で、椿姫ビオレッタで主演している。1978年以後、日本に本拠を移し、NBS 日本舞台芸術振興会に所属。 藤原歌劇団を主舞台にして、ボエーム、蝶々夫人、椿姫、トスカなどに出演。すべて主役である。1980年、アキレペイリ国際音楽コンクールに、アズマアツ子賞が設けられた。1987年1月オペラ会から引退。以後は、歌曲公演やテレビ出演のほか、更新の指導に当たる。同年新進性学科育成のためグローバルアズマ。 厚子賞が創設された。音楽教育者としては、東京音楽大学教授、玉川大学客員教授、東京芸術大学非常勤講師、大分県立芸術短期大学非常勤講師を務めた。文科生に、佐野茂弘、埼田雅子、池田里代子などがいる。晩年はがんを患い、1999年12月25日未明に、心不全で死去。 63歳坊主。夫は彫刻家の似田原英治。老いに落語家の林家染めがいる。昭和音楽大学オペラ情報センターの記録による。2000年11から12月、玉川大学に寄贈された遺品により、プリマドンナ・アズマ・アツコの世界展が開催された。ありがとうございます。